魔物もそこまで強くなかったし、割と早く終わったね。この湿地は夜になると強い魔物も出るそうです。日が落ちる前に早く帰りましょう。そうだ、ちょっとみんなに聞きたいんだけど、この世界って昼と夜しかないの？あ、私もそれ気になってました。ということはシャリステラの世界はちゃんと朝とか夕方があるのか。すみません、何ですか朝とか夕方って。この世界ってまるで太陽が隠されたように急に昼から夜になりますよね。でも私の世界の太陽は地平から昇ってきて反対側の地平に沈んでいくんです。その時間帯を朝と夕方って呼んでます。私の世界も同じだから、太陽が動かないといまいち時間がわからないんだよね。気がついたら明るくなったり暗くなったりしてるから。へえ、私たちにとってはこっちが普通だし、なんか面白いね。世界が違うとこんな違いもあるもんなんだね。それにしても祭祀がこんなに順調に進むなんて、先輩方のご協力のおかげです。いやいや、本番はこれからでしょ。この調子で調合も頑張りましょう。それじゃアトリエレッツゴー。いつもと色が違うような。嘘、アトリエに飛べなくなってる。そういえば私の飴もこの湿地に来た時から色が変わってたような。師匠が言ってたいつでもってわけじゃないってこういうことだったんだ。湿地を出れば使えるようになるかもしれません。移動してみましょう。